はい、皆さんこんにちは、ジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策で、今昔物語の安倍の生命を舞台にしたところをやっていきたいと思います。古文や幹文はね、教科書によって漢字表記、ひらがな表記、いろんな表記がね、異なったりしますので、もし、この動画と違う場合はね、皆様お持ちの教科書の方を参考にしてください。では行きましょう。 今は昔、天文博士、アベの生命というですね、もうこれそのままいけますね。あの有名なアベの生命です。天文博士、アベの生命というね、音名字ありけり、過去の助動詞のけりを使っているので、がいたと。 そして、いにしえにも恥ずですね、打ち消し。やんごとなかりけるものなりというふうになっています。けるですね。これも過去の助動詞になります。やんごとなしという単語とかがね、問題として出てきそうかなと思いますし、ここ、防線ね、ちょっと緑で引いてますが、問題で出るんじゃないかなと予想してる部分なので、チェックお願いいたします。 で、ものなりですね。このなりは断定の助動詞のなりになりますね。名詞にくっついてるなりは基本断定と取ってあげれば OK です。昔の恩陽字にも恥ないほどの優れた恩陽字であったということですね。そして、陽の時、まあ幼い時という話ですね。鴨モの忠行きと言いける過去の助動詞、恩陽字ですね。幼い時から鴨モの忠行きという恩陽字に従いて昼夜にこの道を習いける過去の助動詞ですね。 指示して昼夜を問わずこの道を修行したので、いささかも心もとなきことなかりけるですね。過去の助動詞使ってます。少しも心もとない点はなかったと言ってますね。しかるに生命若か,かりけるとき、過去の助動詞の蹴りを使ってますね。まあ、ところで、この生命がまだ若かった時のことというふうになりますが、 はい。ということで、まずね、緑で線を引いてますが、心もとなきことがなかったというのは、もう全くね、欠点はなかったという感じですが、死の忠行が、下辺りに、野行に行きけるともに、ですね。過去の助動詞使ってますが、ある夜、死の忠行がね、業あ辺りに出かけた時のおともに。 価値にてっていうねところこの価値という表現がまた単語として聞かれるかなと予想しているので注意しておいてください徒歩のことですね車の後に行きけるです過去の助動詞車の後から歩いて行ったと ただゆき、車の内にしてよく寝入りに蹴るですね。に蹴り、にたりの庭完了という風に覚えておきましょう。そして過去の助動詞の蹴りを使っていると。ただゆきは車の中ですっかり寝入ってしまった。そんな時にですね。生命見け、見蹴るですね。生命は何かを見ました。えも言わずですね。なんとも言えないという感じで使います。これ素晴らしいとかっていう風にも使うし、マイナスの意味でも使ったりします。なので非常に程度が多い。 大きいことに対して使う時の表現ですね。絵も言わず恐ろしき鬼どもですね。生命がふと見ると何とも言えず恐ろしい鬼どもが車の前に向かいて「来たり蹴り」というふうになっていますね。やってきた。 という感じになります。車の前方からこちらにやってきたのだと。で、ここね、ちょっと問題としてもう一つチェックしてるのは、この後一体どうなりましたかというふうな問題が聞かれる可能性があるので、この後の文章をね、見ていきましょう。生命これを見て。 驚きて車の後ろに走り降りてですね。生命はこれを見てまだ押さなかったからね。驚いて車の後ろに走り降り、ただゆきを起こして告げければ、過去の助動詞ですね。ただゆきを起こしてその胸を告げると、その時にぞ、ただゆき驚きて覚めてですね。ただゆきはパッと目を覚まして、 鬼の来たるを見てです。鬼が来ているのを見るや。ずっぽうをもって、たちまちに我が身をも恐れなくですね。このあたりもね、ちょっと解釈聞かれそうだなぁと思うので注意しといてください。まあ、いわゆるね、この陰陽字の法術を使って、たちまちにね、自分も恐れがないように。そして、友の者どもをも隠しですね。平らかに杉に蹴る。に蹴り、似たりのには完了の助動詞でしたね。そして過去の助動詞がくっついてますよと。 友の者の姿をも隠してしまい、その間を無事に通り抜けた。まあ、乗り切ったという感じになりますね。これが結論になりますね。鬼どもがやってきました。その後どうなったかっていうと、師匠の忠行を起こし、その師匠は鬼たちが、 着てるというのを見るや自分の姿そしてお供の者たちをも一緒に姿を隠してしまってうまくやり過ごしたということですねその後ただゆき生命をさりがたく思いてですねこのさりがたく思うっていうのはどういう気持ちかというのが問題で出そうだなというふうに予想しますただゆきは生命をそばを離さずにね可愛がりです だから、めちゃくちゃ可愛がってたという心情になりますね。この道を押し振ること、亀の水を移すがごしというふうになってますね。ここ、緑で線を引いてますが、一体何の比喩かというふうにね、問題で聞かれるかもしれません。この道を教えること、亀の水を移すようなものだ、やから、綺麗さっぱり、がっつりと、ちゃんと、踏襲した、ということを言ってるわけですね。さあれば、ついに、生命、この道につきて、公私に、ですね。そこで、ついに、 生命はこの道において、公私に使われてですね。使われる。まあ生命が主語になってるから受け身でもいいし、まあそうですね、尊敬語を使ってるという形でとってもいいけど、ここだけ尊敬使うのおかしいので、まあちょっと使われてというふうに受け身でとってます。糸いやんごとなかりけりですね。過去の助動詞を使ってます。 まあ、孔子に渡って重く用いられるようになったのだという感じですね。非常にやんごとなかったというのは、重宝されるようになったというような、まあ非常にプラスな内容というふうに考えてあげればいいんじゃないかと思います。叱る間、忠行失うせて後ですね。さて、忠行が死んだ後ですね。こっからは、師匠が死んだ後、死後のお話です。この生命が家は土帝よりは北ですね。生命の家というのは土帝 三角王子よりは北にあり、西の党員よりは東なりですね。これ断定というか、存在で取った方がいいですね。西の党員の王子よりは東にありという風うに、まあ存在やね、取った方がいいかなと思います。その家に生命がいたりける時ですね。完了存続のたり、そしてける、過去の助動詞ですね。その家に生命がいた時です。老いたる相をきたりぬですね。老いた完了存続のたり。 で、きたりぬのぬ、これ、修士形で使っているので、官僚教員のぬというふうにとりますね。一人の老僧が訪れたと。ともに14歳ばかりなるですね。まあ、断定の助動師のなりを使ってます。わらは二人を愚痴たりですね。官僚存続のたりです。 共に10歳余りの童子を2人連れているという感じになりますね。ここはちょっとね、問題でいろいろ聞けそうだなと思うのでチェックしましょう。まず、わらわ2人というのは一体何者かというのが、この後文章を読んでるとわかりますんで、このわらわの正体は一体何かというのを注意しておきましょう。そして、この者たちはなぜ来たのかというね、理由が聞かれたりするかもしれませんから、何しに来たのかなというのをね、しっかりチェックしておきたいと思います。 生命、これを見てですね。生命自身の、えー、見た目ですね。なんぞの層のいずこより来たれるぞですね。やってきたのかというね、官僚の助動詞の理ですね。 使ってます。管理を存続の助動詞の理っていうのは、ラリリルレレという風に、ラ、えー、辺の活用していくんですけども、接続が左辺の未然形、四段の依然形という風になります。左辺の未然形っていうのはせ余談の依然形っていうのはえになるので、せえでしょう。 どちらも A の音になるので、A の音にくっついているリとかルーとかレっていうのは官僚存続のリというふうに取るようにしましょう。どこの層でどこから来たのかと問えばですね、質問すると、そう、己はハリマの国の人にはべりですね、この2位は断定の助動詞のなり。 これの連用形になります。にやにかアラムのには断定という覚え方があるんですけども、にの後にありとかおわすとかいますとかはべりとかね、要するに存在を表すような動詞がくっついている場合、にプラス存在というふうに来てたら、あ、このには断定の助動詞だなというふうに判断してあげると OK です。 はい。丁寧語のハベリを使ってますね。喋っているのはそうです。敬語っていうのは、字の文なら作者が使ってるんですけども、会話文の中っていうのは、喋ってる人が全て敬語を使うことになるので、今回で言ったら、そう、お坊さんがですね、使っている人になります。そして丁寧語は、話し相手に対して使う敬語になるので、この場合、生命に対して喋ってますから、安倍の生命に対する丁寧語というふうに取れますね。そうは、私は、ハリマの国のものでございます。と。 それに、えー、音名の方をナムですね。習わん、志、はべる。という風になってますね。形女詞のナム。だから、かかり結びの法則で、はべる。連体形になってますね。ね、習わんですね。習おう、という志。でもいいし、これ、演曲でも取れるかなと思います。習うような、というね。演曲でもいいかなとは思いますね。はべる。丁寧語を使ってる。そうから生命です。 実は、恩苗字を習おうと思っておりますと。うん。しかるに、ただいま、道にとりてですね。ところで現在、この道において、この道というのは、恩苗道のことですね。やんごとなく、おわすよしを受けたまわりて、というふうになってます。ここ、現代語訳とかが問題で聞かれそうだなと思うので、注意しておきましょう。おわすというのは尊敬語、喋っているのはそうですから、そうから、非常に重宝されて立派でいらっしゃる。 安倍の生命ですね。尊敬語は主語を高めるので、安倍の生命がここの主語になりますね。非常に立派で素晴らしく重宝されている安倍の生命さんがですね。いらっしゃる。よしを受けたまわる。これ、謙譲語になります。お聞きする。受ける。という意味の謙譲語になるので、私は安倍の生命さんのことがすごいよとお聞きしたですね。だから、安倍の生命に対する敬語になるんですね。目的語に対するものとして、謙譲語は使います。 あなた様が優れた方で終わりの良し承ったのでという感じですね少々のこと習い立てまつらんですね生命から習おうということですなので謙譲語立てまつるそうから生命に対する謙譲語です で、ここは意志でいいですね。と思い玉へてってなってます。さあ、この玉へ注意ですね。玉ふとかっていうのが出てくると、だいたいね、尊敬語というふうに解釈することが多いんですけども、実は玉ふっていうのは、尊敬語と謙譲語2つあります。 尊敬語の場合は、四段活用して、は、ひ、ふ、ふ、へ、へというふうに活用するんですけども、謙譲語は、下二段の活用になるんですよね。へ、へ、ふ、ふる、ふれ、へよというふうに使うし、あと、会話の中で使われることが多いです。なんで、ここ、たま、へ、てですよね。てっていう助詞の上って基本、連用形になるので、あれこれ、連用形がへになってる。下二段だなと。 ということは、謙譲語というふうに取ってあげないといけない。そうから、私は生命さんのことを思いましてという感じですね。ほんの少し教えていただこうと思いましてですね。参り、サブライツルなり、といえばというふうになりますね。参る、謙譲語です。私は生命さんの元に参上する。サブライ、丁寧語。安倍の生命に対して喋ってますからね。そうから、生命に対する丁寧語。ツル、官僚の助動詞ですね。 で、連体形になっているので、断定の助動詞のなりという形になるから、お伺いしたのです、と言うと。その時、生命は心の中で思いました。 この方針はですね。はい。一応ですね、表面的な理由としては、安倍の生命に陰陽道を習おうと思ってきたのだという感じなんですけども、実は隠された意図があるんですね。で、それが何かというのは、実はここでね、生命にはすでに見破られてます。なので、何をしに来たのかと問題で聞かれた場合ですね、これちょっとまあ聞き方が色々あるんですけど、表向きには生命に陰陽道を習おうと思ったというふうになるんですが、裏側の の意味も聞かれる場合があると思うので、それはここですね。この方詞は、この道に賢き奴にこそありぬれというふうになってますね。断定の助動詞の2です。2や2かアラムの2は断定ですね。この2は断定。で、こそ形状詞があって、ありですね。存在を表す動詞。さっき言いましたよね。来てる場合は、2ありって来てるから断定で取れば OK です。 で、官僚の助動詞がついてます。かかり結びの法則ですね。こそと依然形。恩名道について相当の腕前を持っているやつに違いないというね。だからもうミス化してるわけですね。それが我を試みんですね。試そう意思です。来たるなり。断定の助動詞使ってます。それが私を試そうと思ってきたのだと。 これが理由ですね。お坊さんは、安倍の生命の力を試したくてやってきたというのが一つの理由です。でも、それを言ってしまうとね、当然あかんから、まあ、表向きには、恩苗道を習いに来たというふうに言ってるわけですね。この奴に、圧しく試みられて、受け身ですね。助動詞ルーラルの受け身です。 口押し仮、ん、え、口押し仮んですね。仮活用になっているので、このムは助動詞が2つくっついている形になります。形容詞はね、助動詞がくっつくと仮活用になるんです。形容詞、助動詞続けば仮活用というふうに覚えておいてもらえばいいと思います。官僚脅威の助動詞のぬ。 この未然形に水量関係の無がくっついている形ですね。こやつに下手に試されて、ボロでも出したらつまらないだろうということですね。だからこんなやつに試されて、しょうもないミスでもすると痛い目を見るのは当然安倍の生命ですからな。残念な気持ちになるのは嫌やと。 いうことですね。ここ、現代語訳で出る可能性が高いので注意しておいてください。試身に、この胞子、少し引き猟然ですね。ここは意師の助動詞の無です。試しに、この胞子を少しなぶってやろう。まあ、からかってやろう、みたいな感じですね。と思ったと。 この法師の友なる二人のわらわですね。断定の助動詞です。この法師の友である二人のわらわは、色人に仕えて来たるなりですね。断定の助動詞ではなく、えー、伝文推定の助動詞というふうに取りましょうね。色人に使われて来ているのだろうですね。あくまでも色人って何やんって言ったら、いわゆる色紙のことです。 よ、まあ、要するに、なんて言ったらいいんかな、精霊みたいな感じで考えてもらったらいいと思うんですけども、おそらく、このわらわの二人ってのは人間の子供ではなくて、精霊、妖精みたいなもんを使ってんねやなっていう風に、安倍の生命は考えたわけですね。だから、伝聞推定です。まだ100%の確証はないので、断定じゃなくて、伝聞推定という意味で取りましょうねと。 もし、色人ならば、です。断定の助動詞もし、色人であるならば、仮定してますね。未然形プラス、場というのは、純接仮定になるので、仮定で役を作りましょう。たちまちに、飯隠せ、ですね。もし、色人なら、直ちに隠してしまい、心の内に念じて、袖の内に二つの手を引き入れて、ですね。心の中に念じて、袖の中に両手を入れて、年表投者みたいなやったんでしょうね。 因を結び、密かに衆ですね。まあ呪文です。を読む。その後ですね。因を結んで、密かに呪文を唱えた。そして置いて。生命。さあ、こっからですよ。ここまでは実は安倍の生命の心の中の発言になるので、え安倍の生命自体が一人で頭で考えていることですからね。ここから会話になります。生命。奉仕に応えて曰く。 ですね。しか、受けたまわりぬですね。しかというのは指示語になって、なるほどそうでしたかというふうに受けている感じです。受けたまわる、謙譲語ですね。生命が喋っているので、生命からそうに対する謙譲語です。生命は方針に答えて言うと、お話はよくわかりました。ただしですね、今日はおのずからいとまなきことありですね。だが残念ながらと、今日は用事があってその暇がありませんと。 速やかに帰りたまいて、尊敬語ですね。生命からお坊さんに対して。後に良き日を持っていませ、ですね。尊敬語です。お坊さんに良き日を持ってまた来てくださいね、という風になってます。今日は一旦お帰りいただき、後日良い日を選んでおいでください、という風にね。表面的にはすごい丁寧に対応してるんですけども、習わんとあらむ子もは、教え立てつらん、という風に言ってます。習わん。 意志ですねアラムこれは円曲で使ってますあなたが習おうと思うことがあるようなことはですね教えたてまつらむこのたてまつるねちょっと進むっていう字になってたけど元々のね、えー、皆さんの教科書とかにはあの普通に出てくるたてまつるの感じになってるかなと思いますのでまあちょっと表記が違うかもしれません はい。まあ、とりあえず、盾祭る意味は一緒です。盾祭るを教えて差し上げましょう。あなたに私が教えて差し上げましょう。謙譲語ですから、生命から僧に対するものになります。お習いになりたいようなことは何でも教えて差し上げましょう。と言いました。すると、法師、あなた、と。 と言い,い手って書いてますね。なるほど。それはありがたいと言ってです。手を押しすりて、額、ぬかですね。頭に合わせて、立ち去りて、えー、立ち走りて去りぬとなってます。官僚の助動詞のぬ使ってますね。立ち走って、立ち上がって、走り去ったと言ってます。 なんで急に走っていくんでしょうね。なんかあるんですかね。今は、一二丁は行きぬらんですね。完了脅威のぬ。それに、現在水量の助動詞のラムがくっついてますね。もはや、一二丁は行ったであろうか、と思うところにという感じです。 この方針、また来たりですね。やってきました。生命が見てみると、この方針が戻ってきた。生命が見ていると、叱るべきところに車宿りなどこそ覗き行くめれというふうになってます。ここ、防線引いてますね。一体何をしているのかというのがね、問題で聞かれる可能性が高いので注意しておきましょう。叱るべき、まあ、叱る、そのようなところとかね、まあ、ちょっと水量っぽい感じで撮ったらいいかなとは思いますが、えー、行くめれ、遠曲、 という形ですね。メリですね。奉仕は人の隠れていそうなところですね。車宿りなどですね。覗きながらやってくるようだと。一体何をしてるのかというところです。答えとしては、二人のいなくなったわらわを探しているという形になります。覗きて生きて後に、前に寄り来て曰く。 ですね。覗いていくうちに生命のいるところにまたね、近寄ってきて言いました。ここからはお坊さんが喋ってます。このともに、はべりつるわらわべですね。はべり。丁寧語を使ってますね。そうから生命に対して。で、官僚の助動詞のつですね。 実は私の友をしていましたわらわたちが、二人ながらたちまちにうせて候丁寧語使ってますね。二人ともいなくなってしまいましたということですね。なので、二人のわらわを探していたということになりますし、 なぜ二人わらわがいなくなったのかという理由が聞かれたら、安倍の生命が式神なら隠せというふうに呪文を使ったからですね。それ、たまわり、ソーラワン、サブラワンというふうに言ってますね。たまわる、謙譲語を使ってます。えー、そうから、えー、生命にね、お願いしてるわけですよ。すいません、返してください、みたいな感じです。で、丁寧語です。で、助動詞の意思というふうになってますね。それを返していただきたい。 というと。これを聞いて生命が曰く。ごぼうはケウのことを言うものかなというふうになってますね。ケウっていう読み方ね。問題で聞かれたりする可能性があるので注意しておいてください。あなたはまたおかしなことを言うものよと。生命は何のゆえにか、にやにか、あらむのには断定ですね。生命が何の理由で人の恩友ともですね。ならむ、わらわべ、おば、とらむずるぞ。 ですね。断定の助動詞のなり。で、遠曲のむです。そしてむずる意志、いしという形で使っているので、人のお供であるようなわらわをとったりするのかというふうに聞いてます。 はい、ここ、解釈を、えー、聞かれる可能性があるので、この私、生命がなぜあなたのお供のわらわを取ったりするのですかというふうに聞いてるわけですね。さあ、うさんくさいですよね。生命が隠したのにね。奉仕の曰くです。奉仕が言うには、我が君、大きなり断りに候ろうですね。 丁寧語です。いやー、我が君よと、誠にごもっともでございます。断りなりという形容動詞があって、道理だ、もっともだという風に使うんですね。なお、許し賜わらんですね。許してくださいというね、これ、お坊さんが生命に頼んでます。はい、だから、意思ですね。と、詫びければ、過去の助動詞を使ってます。何とぞ、お許しいただきたい。 人を詫びたのでって書いてますね。さあ、一体どういうことなのかという感じです。なぜここで、このお坊さんはですね、生命に謝ったのかというと、その時に生命が曰く。さあ、こっから種明かしですね。よしよし、ご坊のですね、そなたが、人、心、民、試そうとて、色人を使いてきたるが、です。私のことです。この人っていうのはね、私、生命を、試そうと、式神を使ってやってきたのが、 安からず、思いつるなりですね。打ち消しの図、思いつる、過去、えー、官の助動詞。で、なり、断定の助動詞です。 面白くなかったのである。ちょっと不快だったと言ってるわけですね。さようには、ことびとをこそ試み目ですね。ことびとです、えー。これはね、そんな具合で他のものを試すのだろうがですね。こそ、依然形、かかり結びの法則になってるんですが、その後に点がついてる場合は、逆説の訳を一つつけてあげてください。他の人を試しているのだろうがですね。 生命ででこそ荒めです系女詞のこそにあらめまあ意志とかの助動詞使ってたりするんですけどもここは適当が綺麗かなこの生命にはしない方がいいぞ と言って、と言ってますね。なので、式紙を使って、他の音陽字もどうやら試したりしてたんでしょうね。で、それでうまいこと言ってて、ああ、この音陽字大したことないな、とかっていう風にいろいろ試してたんでしょうが、それは生命には見破られてしまったということですね。と言って、袖に手を引き入れてですね、袖の中に手を入れ、物を読むようにしてしばらくありければ、過去の助動詞です。何か唱えるようにしばらくしていたが、 との方より、このわらわべ二人ながら走り入り手ですね。外の方からわらわべが二人とも走ってきて、奉仕の前に入れ来たりけりですね。官僚過去の助動詞奉仕の前に姿を現したと。その時に奉仕の曰く、奉仕が言うには、誠にやんごとなくおわします。尊敬語ですね。お坊さんが喋ってますから、そうから生命に対する尊敬語。 よしを受けたまわる。これさっきと一緒ですね。謙譲語で、そうから生命に対して。あなた様が本当に優れた方でいらっしゃるとお聞きして、試み立て祭らん。私はあなたを試してみよう。ですね。立て祭る謙譲語です。で、意思の助動詞。と思い給えて、ここもね、さっき出てきましたね。手の上が玉兵、玉へ。 連用形で平になってるから、下二段、謙譲語ですね。そうから生命に対して、生命を試ししようと思いましてです。参り、ぶらい、つ鶴、なりですね。あなたのもとに参上し、てねご、たのです。というふうに、まあ、ひらに誤ってる感じですね。官僚の助動詞のつ。 ね断定の助動詞のなりというふうになってます。参上したのでございますと。それにしても、式神は、式神というのは、いにしえより使うことは安く揃うなり、サブラフなりですね。丁寧語。そうから生命に対して。そして、断定の助動詞使ってます。昔から使うことは簡単なことでございますが、 人の使いたるを隠すことはですね。このたるは官僚存続のたりですね。人の使っている式紙を隠すということは、さらにあるべくもサブラワーズですね。さらにというのは打ち消しとくっついたら全否定全く少しも何々ないというふうにとります。で、べく。ま、あ可能ですね、ここね。で、ソアサブラフ、ソーラフ。ま、あどっちでもいいんですけど、読み方はね。丁寧語で、層から生命に対して。 で、全くできることではございませんという現代語訳、問題で聞かれる可能性が高いので注意しといてくださいね。穴片付けな、なんと素晴らしいお力。 今より一人にお弟子にてソーラワンですね。なぜ決め手になったのかとえ、まあ要するに弟子になった決め手は何かというふうに問題で聞かれたら、人の使っている式紙すら、安倍の生命はうまく操ることができるということが決め手だったわけですね。うん。丁寧語、そうから生命に対して。で、意思ですね。これからはぜひ本当にね、 もう本心からお弟子にしていただきとうございます。と言いて、たちまちに苗部を書きてなん取らせたりけるというふうになります。苗部というのは、今でいうところの履歴書みたいなものだと思っていただければ OK です。履歴書を書いて、安倍の生命に私はどこどこの誰々で本当に弟子になりたいですというふうに出したわけですね。取らせ、私役でたり完了。 蹴る過去のの助動詞にになりますすちに自分の名、えー、名札ですねを書いて差し出し出たというお話になってますということで、えー、このね、安倍の生命とか陰陽師の話って、式紙というね、まあ、式人というふうに呼んだりもしますが、この式紙っていうのがよく出てきます。で、この後の文章っていうのは他の動画にもすでにしてあるので、そちらの方が必要な方はね、そちらの方を見ていただければいいんですけども、えー、後ろの方にも式紙出てきたりします。なんで、結構音苗 式紙の中では式紙って普通に使われるものとして古文でも出てくるのでそういうもんやと思ってくださいまあ普通の人には見えないちょっとちっちゃなというかまあ半透明というか透明でいいかな この音苗字にしか見えないような謎の、えー、幽霊というか、まあ妖怪とは言わないけどね、まあ精霊とかそういうものだと理解して文章を読んでいってもらえればいいと思います。安倍の生命はバケモンだということがよくわかるね、えー、今回の文章でございました。ということで、えー、本日は安倍の生命を舞台にしたお話を見ていきました。おそらく教科書で言ったらもしかするとテーマが2つ入ってるかもしれませんね。えー、天文博士の安倍 ア倍ノ生命というね、お話、まあ弟子入りしたっていうところのお話と、もう一つは、老僧がやってきて、老僧がアベの生命の力を試したという部分ね、えー、ポイントになってくるところだと思うので、皆さんの定期テストのね、えー、対策の勉強、参考になれば幸いです。ということで、皆様、古文はエンタメだぜ。テスト勉強頑張って。バイバイ。頑張ってね、テスト。